どうもこんばんは、中野淳です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト6予想をしたいと思います。それでは始めます。今回は全然一致できへんかったけど、まあ気持ちを切り替えて、予想したいと思います。ほんまに全然あかんかったな。まあ、珍しく引っ張り数字が2つ来てるんやな。ロト6にしたら珍しいかな。ロト7ではよくあるけど、ロト6では引っ張りはあんまりないから。まず1から。1の引っ張りがあるかどうかやねんけど、1の次に1ってあんまりない？引っ張りで。1から1っていうのが、見た感じ、1から1っていうのが、今のところ、ないから、ちょっと1は出る可能性が低いかな、次。そうやな、今のところないもんな。こんだけ回数書いてるけど、1回も、その1の引っ張りがないから、1はまずなし。次に、2は出る可能性がある。ここ最近も全然出てないもんな。それに1から2が何回かあったから、1から2、1回、2回、2回か。2回やな。でもここ最近ほんまに10回以上に出てないから出る可能性はある。だから候補数字に2入れて、次は3。3は、まあ、過去にはあるか、1から3。あるけど、僕はちょっと可能性は低いかなと思うねんけど、3。1から3はと。1回、2回、3回。確かに、あることはある。1から3。あることはあるねんけど、3回前か。3回前に3が、出てるから、僕はちょっとないかな、3。ボーナスやけど、3。3回前に出てるもんな。桁違いもないから多分ないと思うねんけど。続いて4。4は、
3が出たとき、何回かあるかな、4。あと、桁違いか。4ワット。あと引っ張り、そんな感じかな。桁違い、引っ張り。あと3が出たとき。今回の当選数字、見た感じだと、出ないような感じもするけど、4。でも、わからんな。ロト6は本当にわからんな。難しいな。4、どうするか。まあ一桁も出ないこともあるけど、でも圧倒的に一桁は、出てるからな。出ない方が少ない。4は見た感じなさそうな感じやけど、どうやろうな。やめとこうかな。この当選数字で4予想するのもちょっと怖いし、やめとくか。続いて5。5は引っ張りと、あと、桁違いじゃないわ、6か。6が出たとき。5が結構出てるイメージがある。6が出た時に、出てる感じがするな。1回。2回。3回。やっぱり多いな。4回。5回。だから6が出てたら5の可能性あんねんけど、今回6出てないし、今回7やもんな。だからちょっとないかな。今回は、そやな、5はないな、多分。桁違いもない。続いて6。6は確かに出現回数で見たら1桁では6は結構多いねんけど、でも最近出てるし、5から6っていうのは結構あんねんけど、7から6っていうのは確か1回しかなかったと思う。7から6。7から6は、7から6、1回、2回か、2回。2回と、2回かな、6から7。そやな、2回やな。2回じゃちょっと可能性は低い。まあ36
出てるから、その桁違いで出るっていう可能性はゼロではないけど、でも可能性は低いかな。ゼロではないけど、出ないような気がすんな、6は。2回しか出てないもんな、6。7から6。そうやな、36から6っていうパターンも、一回もないから、6出現回数は多いけど、その36から6っていうのは、ないな。だから多分、6はないんじゃないかなと思う。あ、一回やったか。それでも、一回？一回やから、可能性はちょっと低い。6は。続いて7。7はさすがにない。もう2回連続出てるから、3回連続っていうのはちょっと考えにくい。多分、初めてじゃないかな、引っ張り。僕がその統計取り始めてからは。引っ張りが7出たん多分初めてやと思う。ないもんな、7の引っ張りが。だから多分7は出ないような気がする。そうやな、1回もないから。それに、3回目は、ないと思う。次、8。8は出る可能性がある。7から8っていうのは何回か出てるから。1回、2回。3回と4回、5回、5回ぐらいかな、6回、多いな。6回出てるから8は可能性がある。結構高いんじゃないかな。だから8入れて、続いて9。9はおそらく、ないか。9が出るパターンっていうのは、8が出たら、出たりしてるけど、他10か。10が出た時も9が出てる。救急車か。用途な。そうやな。10とか8が出た時、9がよく出てるな。でも今回10も出てないし、8も出てない。桁違いで39はあるけど、ちょっと離れてる。
から9は可能性的には低いと思うけど、多分9はないと思うねんけど、どうかな。9はどうしようか。見てたら10が出た次の回、9が結構出てる。でも今回10ないもんな。だから9ないかな。39から9ってちょっと無理あるし、ちょっと遠い。だから9は、難しいねんけど、多分、ないと思う。次は10か。10もなさそうな感じやけど、まあ一応確認するけど、10。10は13が出たときと、あとは、11が出たときと、10引っ張りか。それと、あと、桁違い。こんな感じかな。10が出てんのが。そうやな、そんな感じで10出てるな。でも、今回はどれもなかったと思うけど、ああ、9が出た時も10が出てるか。今回は、9も出てない、10も出てない、11もなし、13も出てない、それから桁違いもなし、それから考えたら出なさそうな気がすんねんけど、可能性はちょっと低いと思う、10は。続いて11。11は可能性があるか。桁違いで出る可能性あるかな。あと12今回出てるから1つずれて11とか。どうやろう。可能性はあると思うけど、11。11って結構引っ張りが多かったんよな、確か。引っ張りが多いな。2回、3、1回、2回。3回ぐらい引っ張りがあるけど、どうしよっかな。ああ、桁違いでも1回あるか。1から11。だから可能性はあるんよな、11。
今回1出てるから、その桁違いで11出る可能性、ある。どうしようかな、11。一応候補数字に入れとこうかな。可能性は11はあるから。入れとこうか。見てたら出そうな気もする。だから11入れて、そして12。12は多分ない。その2回連続も出てるから。3回連続っていうのはちょっと考えにくい、12。12の引っ張り自体が まず珍しいから。多分、12は来ないと思うけどな、3連続。ここ最近ちょっと12の出現回数が多いねんけど、多分次は10に来ないと思う。やっぱり引っ張りすらないな。だから今回は珍しいんだよな、12。多分ないと思うけど、12は。確認してるけど、今のところはないから。そうやな。12はやめて、続いて13。これは可能性がある。もう10回以上出てないっていうのはあるし、12出てるから1つ違いで13。来るんちゃうかなっていう。もう10回以上13出てないから、出る可能性はまあまああると思うねんけど、ロト6は13の出現回数が少ない、ロト7に比べて。ロト7は圧倒的に13の出る回数が多いから予想しやすいねんけど、ロト6は逆に少ない出現回数。だからいつ出るんやろうみたいな感じやもんな。早くて10回。10回に1回やもん。遅かったら20回ぐらい出えへんからな。13は可能性は一応あるから、入れとこうかな、候補数字入れて。続いて14。14は2回前に14出てる。3回前も14出てるし。多分来ない。2回前と3回前に14出てるから、多分14はないと思うけど。まあ、そんでも見んねんけど。そう、引っ張りはあるけど、一回置いて、あることはあるんか。一回置いてまた14が
一回来てるな、だいぶ前に。だからあることはあるか。最初ないかなと思ったけど。14引っ張り来て、それで1回置いてまた14っていうのが1回あったわ。だから可能性は0%ではない。ただ、来る可能性は低い、と思う。来ないと思うけど、14。桁違いもないし、13も出てない。13が出てたら、14来る可能性あんねんけど、13今回出てないから、ちょっと可能性は低いと思う。結構13の次に14出んのが結構あるから。だから14は多分出ないような気がする。14はと。多分ないやろうな。だから14はやめて、続いて15。15は、15、どうやろう、15。15が出るパターンは桁違いと、16が出た時と、あと、引っ張り。これで大体出てるから、15。だから比較的15は分かりやすい。ロト6の中では読みやすいねんけど。でも今回、どれも当てはまってないから、15来ないと思うけど、14も出てないもんな。だいたいこのケースで15は出てるから、見てたら、まあ何回かは急に出たりしてるけど、でもだいたいはそういう感じで出てるから来ないと思うけど、15。いやー、難しいけど。多分、僕はないかな、15は。そやな、ないかな。見た感じ。15出る感じがしないもんな。僕はないと思う。だからなしと考えて、次、16。16は可能性があるか。桁違い。36出てるから、桁違いで16出る可能性はあると思う。16はどうしよう、候補数字入れようかな。1回出てる。
1回だけかな。16、36かな、16か。見た感じ、1回だけかな。でも、桁違いで、16って結構出てるから、可能性はあるんよな。一応、こう、歩数字に入れとこうかな。可能性はあるから。それにここ最近16出てないか。ちょっと間を置いてるから、可能性はあるから16入れて、次17。17もあるか。今回7と37出てるから、桁違いで、来る可能性ある。17。回数は少ないねんけど、出現の回数。でも、来る感じがするんよな。桁違いでは何回か出てるから、どうしよう。一応、こう、歩数字に17も入れようかな。7と37、今回出てるから可能性はあると思うね。どうしよう。出現回数が少ないからちょっと戸惑うよな。多かったら入れんねんけど、出現回数は17比較的少ないから、ロト7もそうやけど、出てる回数が少ないからなかなか、入れる勇気がないというか、一応、候補数字にだけ入れとこか。次、18。18はないか。多分、今の当選数字見た感じだと、18はないような感じがする。離れてるから。だいぶ。だいぶ離れてるから18はないと思うねんけど、ないな、やっぱり。桁違いか。あと、引っ張りと。これから見たら、やっぱり18は出ないような感じやな。ちょっと今回の当選数字と結構離れてるから、可能性は低いと思う、18。結構な賭けやもんな。離れた数字入れるっていうのが結構勇気がいるから、ちょっと18は怖いな。
やめどこか、18はちょっとないような感じがする。次、19。19は39の桁違いやけど、ちょっと遠いかな。無理あるか。29から19とかが何回か出てるけど、39から19っていうのはあんまりない。見た限りないよな。19はちょっとないと思うけど。39から19はと。ああ、1回あるか。でも見た感じ少ないかな。39から19は少ないから、僕はちょっとないかな。19から29の方が圧倒的に多い。からちょっとないと思う。ないもんな。それにちょっと前に19が出てるから、それも考えて、19はないかな。29だったら可能性はあんねんけど、19の。でも39はちょっと、可能性は低いかな。39から19が1回だけやから、だから、候補数字には入れないで。よし。それでは、運動したいと思います。よいしょ。まず、お尻を締める運動。こう、力を入れる運動。それでは、スタート。10秒。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。2セット目。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。3セット目。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。次は、よいしょ。足を大きく開いて、片腕を上げて、そして反対の側頭部に手を置いて、斜め前に倒す。30秒。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。反対。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。ゆっくり前に倒す。1、2、3、4、5、6、1、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。
30。次は、もも上げ50回、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。次は肩甲骨を寄せる運動。こう思いっきり寄せる。そして元に戻す。これを10回3セット。スタート。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、2セット目、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、3セット目、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。それでは、また始めたいと思います。あ、疲れた。と思うんで。次は20からか。20は、桁違いと引っ張りかな、見た感じ。1回、20は、2回、あと21から20っていうのもあるな。3回か。桁違いと引っ張りが多いな、20は。その数字の出方。3回か4回ぐらいかな。だから、20もないかな。確か桁違いは出てなかったと思うから。出てない。で、21もないから、多分ない。次、21は出現回数は結構多かったと思うけど、それに1と41あるから桁違いで来る可能性あるかな。それに2回前か。2回前は31やもんな。21だけ出てないから、来る可能性が、来る可能性がある。結構桁違いも多分あったと思うねんけど、
かい。引っ張りと桁違いが多かったんちゃうかな、21出方。見た感じ、可能性はあるかな。だから21、どうしよう、候補数字入れた方がいいかな。なんか可能性がありそうな感じやもんな。それに21ってさっきも言ったけど、出てる回数が多い。20代の中では結構多いと思うから、出現回数。だから可能性はあるかな。それに今回20代全く出てないから、何個かは出るんちゃうかな。1個か2個か。大量に出る可能性もあるけど、少なくても1個は出ると思うね、次。出る可能性が一番高いのは21かなって思う。出現回数が多いもんな、21。一応、候補数字に入れて、次22か。22は、今回10人出てるから桁違いっていうあれやけど、22の数字の出方、ちょっと22はどんな感じやろ。あ、1回あるか、12から22っていうパターン。でもあんまりなかったと思うねんけど、2回。21から22とか、23から22とか、そういうのが多かったんちゃうかな。その22が出るパターンとして。12から22っていうのはあんまりなかったと思う。まあ2回はあったけど少ないんちゃうかな。今のところ2回やけど、ないもんな。2回だけやな。12から22っていうのが。だから22はちょっと出ないような気がする。今回の当選数字で21、22、23のどれかが出てたら、あ、あと32か。が出てたら22来る可能性あんねんけど、12から22はちょっとないと思う。今のところ2回しかそのパターンで来てない。から多分ない。次23。23もないんちゃうかな。さっきも言った通り、22が来た次の回に23とか。そういう感じだから、まあ、あと桁違いでも来てるんかな、23は。桁違いでも何回かはあるけど、でも今回桁違い確かなかったし、22、3も出てなかったから、ちょっとな、どうかな。
いやー、ロト6は本当に今は、今っていうかもうずっとやけど、不調。いやー、本当難しいな、20。3、多分来ないと思うけど、23。かなり難しいな。引っ張りもある。21、22が来た次の回に23もある。急に来ることも何回かあるからな。それはもうちょっとどうしようもない。それはもう諦めるしかない。口数を多くしないとなかなかそういうのができないから、それにかけ離れた数字入れるにしても、どの数字入れていいかわからんし、もう本当にロト6は難しい。結構離れた数字が出たりしてるから、ロト7は結構近い数字で来んねんけど、ロト6はなかなか近い数字が来ない。特にここ最近は。23は。やめとこうかな。なんかあんまり自信がない。だからやめて、次24。24も。むずいな。24、ここ最近1回、2回、3回、3回出てんのかな。ちょっと出てる回数が多い。から24は僕はないと思うけど、ちょっと出過ぎてる。24。次25。25は、35が出た。次の回に25出てんのが確か多かったと思うねんけど、多分ここはさな、ロト7とは違うとこかな。ロト7は、そんな感じの数字の出方じゃ確かなかったから、そこはちょっと数字の出方が違うねんけど、ロト6の場合は35が出た次25が出たり結構してる。2回、3回、4回、やっぱり多いな。4回か。こんなもんかな。4回、5回。5回と、あと6回。めっちゃ多いな。35から25っていうパターンが6回出てるから、35が出たら25が来るケース、が来る可能性が高い。でも今回35出てない。36やから。だから25はちょっとないと思う。次26。26は桁違いで来
来る可能性は確かにあんねんけど、16に比べたら少ないよな、その桁違いとか。引っ張りで来る可能性は16とかに比べたら、ちょっと少ないから、そこはどうかなとは思うけど。36から26。多分ないと思うけどな。26だったら16の方がまだ可能性はあるかなとは思う。あ、1回あるか、桁違い。2回。2回かな。2回やな。2回だとちょっと微妙。来る可能性はなくはない。0%じゃないけど、36から26。どうしようかな。候補数字に入れるかどうかやけど、困ったな。どうしよう。36から26。やめとこうかな。可能性はまああることはあるけど、やっぱり出現回数もそうやけど、引っ張りで来てる回数とか桁違いとか見てたら、やっぱりそうやな、16に比べたら少ない。まあそれで26が来たらもう仕方がないんやけど。やめとこう、26は。続いて27。これは可能性があるかな。今回7と37来てるから、その桁違いで来る可能性はあると思う。27。だから入れて、次が28。28は、桁違いで結構多かったと思うけど、38が来た次の回に28が来たり、結構してたんちゃうかな。1回来てる。何回か来てたと思うけど、38から28、2回、3回。でも今回、4回、38来てない、39が出てる。
けど38じゃないから、ちょっと28はないかなとは思うけど、38から28っていうのが何回かあるから、多分5回ぐらい出てる。だから38が来てたら28出んねんけど、来てないから28はないんじゃないかな。ちょっと目疲れた。軽くマッサージ。多分、そやな、28ないと思う。次29か。29は2回前に出てるからな。39から29。これはどうやろうな。39から29。39から29はと。今のところはないかな。39から29っていう桁違い。あ、1回ある。あるけど、これはボーナス数字やから意味ないな。ちょっと僕を。はないかな。39から29は結構39出てる回数多いけど、その39から29っていうのが見た感じ1回しかない。しかもボーナスやし。ないもんな。39から29。だから多分来ない。それに3回前に来てるから29はないかな。それではまた運動したいと思います。よっしゃ。何からしようかな。エアクロール50回スタート。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。次は、エア背泳ぎ。50回、スタート。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、16回、17回、18回、19回、20回、21回、22回、23回、24回、25回、26回、27回、28回、9回、30回、31回、32回、33回、34回、5回、36回、37回、38回、39回、40回、41回、42回、44回、45回、46回、48回、49回、50回。次は股関節を開く運動。
10回3セット。これで1回。これを10回3セットします。スタート。これで1回。次で2回。3回。4回。5回。6回。7回。8回。9回。10回。2セット目。1回。2回。3回。4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、3セット目、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。よいしょ。それでは、疲れた。よそ。再開します。どっからやったっけ。30からか。30は、これは桁違いかな。うん。桁違いが確か圧倒的に多かったと思う。今1回来てて、2回、あと何回か来てる？ 3 回。4 回。やっぱり多いな。桁違いで来てることが圧倒的に多い30は。5回、6回、7回。あ、これは引っ張りやけど、でも桁違いと引っ張りが圧倒的に多いから、それから見たら、30出てない。桁違いもないから多分ない。続いて31。まあ1と41で桁違いっていう考えもあんねんけど、31はロト6ではそんなに多くは出てないと思うのな。31、ロト7は結構31多く出てんねんけど、ロト7は3、ロト6か、ロト6は31がロト7ほどは多くなかったと思う。だからないと思うけど、それにロト7は31の出方がなんとなくわかんねんけど、ロト6はちょっとわかりにくいかな。桁違いできてる時もあるけど、急に出てたりするし、ロト7は結構その31の出方がはっきりしてるというか分かりやすい。出現回数も多いから予想しやすいねんけど、ロト6の場合はちょっと31は難しいのな。予想が桁違いで来てる時もあるけど、離れた時、関係ない時にも出てるから、ちょっと難しいな31は。
どうしようかな、31。いやー、悩む。31をどうするべきか。今回30代多く出てるから、次少なく出る可能性もあるし、また連続で多く出る可能性もある。30代って結構ロト6の場合、30代が多く出たら次の回も多く出たり、することがあるから、だから難しいよな。過去に30代多く出た次の回に30代がまた多く出てるっていうのがあったから、だからまた30代多く出る可能性がある。正直難しいねんけど、今回3つ出てるから、また3つとか4つとか出る可能性があるから、正直そこは難しいな。多分31はないと思う。あ、2回前に31出てるから、多分ないわ。次32。32は桁違いか、12の桁違い。12の桁違いだったらちょっと32は低いかな。22のあれでは結構出てるけど、22の次の回に32は出てたりするけど、12から32っていうのは回数は少ないと思う。22から32が確か回数が多かったから、22から32。今のところは1回もないけど、12から32か。32も可能性は低いと思うな。22が出てたら32、候補数字に選ぶねんけど、今回22じゃなくて12だから、ちょっとないと思う、32は。多分。いやー、むずいけど、ないんちゃうかな、12から32は。かなり難しいけど。ないんちゃうかな。次、33。33は2回前と3回前に出てるから、おそらくない。ここ最近ちょっと出てる？出すぎてる？ 1 回、2回、3回、4回か。ちょっと出すぎてるから、33はないかな。次34。34は難しいな。桁違いだったら可能性はあるけど、今回桁違いもないから、あと33か。33が出たら34もあんねんな。
34はないと思うな。ロト6の34もちょっと分かりにくい、その数字の出方というか、それがちょっと分からん。ロト7は結構桁違いっていうので、予想できんねんけど、ロト6の34はどういう時に出てくるか、これはちょっと分からない。結構急に出てたりするから、なかなかその予想が難しい。かなりの賭けやな、34は。見た感じ、わかるところもあるけど、わからないところも何個かあるから、34は正直わからんな。どうしよう。34ワット。近い数字はなかったんよな、34。近い数字がなかったから桁違いもないし、だからやめとこうかなっていう感じやねんけど、難しい。34どうするか。いや、ほんと悩むな。34。やめとこうかな。次35。35は可能性があるか。今回36出てるから一つ違いで、ずれて出る可能性がある。35は。それに30代の中だったら、結構出現回数が確か35は多かったから、出る可能性はあると思う、35。ここ最近はちょっと出てないんかな、35は。でもちょっと前まで35は出てたから、だから可能性はあると思うけど、35。運動で疲れてる。まだちょっとしんどいな、運動で。一応候補数字入れとこかな、35は。出てる回数も多いから、出る可能性はやっぱり35はある。何回出てないんや、1回、2回、3、5回か。5回出てないから出る可能性はあるから、一応35候補数字に入れて、次36。36は引っ張りは、あんまりなかったと思うねんけど、36。引っ張り。桁違いで出てる感じ。
やったと思う。引っ張りは少なかったと思う。確認するけど、そやな、引っ張りないな、36。だから36はなしで、次37は結構引っ張りで来てたんよな、ちょっと前まで。ここ最近はないねんけど、ちょっと前まで37引っ張りで来てたから可能性あるんちゃうかなって正直思ってるけど、どうかな。まあ一応ちょっと見ようか。確か引っ張りが多かったと思う、37は。1回。2回。3回。4回、5回、やっぱり多いな。引っ張りが多いから来る可能性はある。ただここ最近は引っ張りがないというか、37がそんなに出てないから、引っ張り来る可能性あるから、37入れて、そして次は38。38も可能性あり？来る可能性あるんちゃうかな。ちょっと前に38から39っていうのが何回かあったから、来る可能性あると思うけど、4、5回ぐらい多分あったと思う、38から39。1回、2回、3回、4回。4回か。可能性あるかな、38。それに、ここ最近ちょっと出てない。3、4、5、6、7、8、10回以上。10回以上、38。あ、10回ではないか。でも5回以上出てないから、38可能性がある、やっぱり。だから38入れて、続いて39。39はおそらくない。39はないんちゃうかな。引っ
ハリが確か少なかった？少なかったっていうか、あったかな、引っ張り。39の引っ張りは。どうやったかな、39の引っ張り。見た感じ、やっぱり。一回もない？ 39。だからちょっと39はないかな。それでは、また休憩。というか、運動。気持ちを切り替えてというか、気分をリフレッシュするのに運動したいと思います。まず、軽く深呼吸。次は、お腹つまみ、こう全身をこうやってつまむ。次は二の腕、プルプル運動、こうやってプル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 、こう二の腕をこうプルプルさせる。よし。足の方もこうやって回して、次は片足立ち、片足を上げて立つ。30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、2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 9、
肉、30。次は、椅子の上に、次は足を、その椅子の座面の上に乗せる。それではスタート。1回。これを10回3セット。2回。3回。4回。よっしゃ。5回。6回。7回。8回。9回。10回。2セット目。1回。2回。3回。4回。5回。6回。7回。8回。9回。10回。3セット目。1回。2回。
3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。それでは続きしたいと思います。よいしょ。次は40から。40は可能性はまああることはあるけど、前回というか今回か、今回が41で2回前が43か。40可能性はあるかな。40、あるけど、どうやろう。3回連続しんどく。40代出るかな。正直不安。二口予想するから、どっちか40代出ようかな。二口も40代出るのはちょっと賭けやから、どっちか40代ちょっと入れようかな。41から40か、ちょっとしんどい。39から40、一回来てる。41から40、可能性はあるけど、40は可能性は、まあ、あることはあるけど、41から40。どうやろう。あ、しんど。でも少ないかな、可能性はあんねんけど。あるけど、ちょっと低いかな、可能性は。40代の中では40が一番、出る可能性は低いかなって思うけど、40はやめとこ。次は41、引っ張りか。何回かは出てたかな。1回、1回だけかな、引っ張り41。あ、2回。それでも出てる回数は少ないか、引っ張り。2回やもんな。だからないか。次、42。多分、一番可能性があるんちゃうかな、42。40代の中では一番出る可能性が、よいしょ、高いと思う。だから出現回数が多いし、入れとこうか。42、43は2回前に出てるから、
そこがどうなんかな。出てる回数は確かに多いけど、また出るかなっていうのはある？あ、でも一回置いてまた出てるな。だから可能性はあるか。難しいな。あるな、可能性。1回おいて43が出てるから。多分2つは出ないと思う。出ても40台。1つやと思うねんけど、出るとしたら42か43。40台もし出るんだったら。42か43ちゃうかな。多分。いやー、本当悩む。一応43も入れて。一応一通りはやったけど、もう一度軽く見てみようか、最初から。これは前、予想してた時はせえへんかってんけど、一回だけで次予想してたけど、一応2回繰り返し、数字一つずつ見たいと思います。これからは、そういう感じになるかな。前までは、一回だけ全部数字見て予想するような感じやってんけど、これからは2回ぐらい繰り返し、数字見ていこうかなって思ってます。やっぱそれぐらいせえへんかったらな。まずは、そうやな、1から、もうパッパッといこう。1は、引っ張りでは圧倒的には来てなかったと思う。やっぱり引っ張りないもんな、1。1はなし。次に、2はと、1から2が1回。2回ぐらいか、1から2が。回数自体は少ないねんけど、でもここ最近2が出てないから、候補数字に入れたけど、それに今回12が出てるから、桁違いっていうのもあるし、可能性は、やっぱり2はあるかな、とは思ってる。10回以上に出てないもんな。だから入れて、次3やけど、3は2回前にボーナスで出てるし、その前も、2連続で3出てるから、多分3はないとは思う。3の数字の出方は2が出た時とか、桁違いの13が出た時とか、23が出た時とか、
あと1か。1が出た時も3出てんねんけど、ただ、最近ボーナスやけど3が出てるから、ちょっとないかなとは思う。もうちょっと離れへんかなって思うけど、だからなし。そして4は、4は引っ張りとかそんな感じだったと思うけど、あと一つ違いか。4は、さやな、引っ張りとか一つ違いとか、そんな感じやけど、4出てないし、一つ違いの数字もなかった。桁違いもなかった。だから、多分4はなしかな。多分4はないと思うな。まあ、この数字で4選ぶ勇気がないっていうのもあるけど、次5。5が出んのは引っ張りとあと6か。6が出た時意外に5が出てる回数が多い。でも今回は7やからな。6じゃなくて7やからちょっと可能性は低いかなって思うけど。1回。2回。3回。3回から4回ぐらい。5から6っていうのが出てるから、6が来てたらな、5候補数字に入れんねんけど、来てないから多分ない。次、6。6は、7か。7から6っていうのが2回しか来てないから、36から6っていうのも確かにあるけど、でも回数見たら少なかった。だからなし。次、7。7は2回連続で来てるから、3回連続で引っ張りっていうのはないと思う。そして8。8は可能性が結構高い。5回ぐらい来てたんじゃないかな。8。1回。7から8。2回。3回、4回、多いな、やっぱり。5回、5回出てる。5回ぐらいかな。6回、多いな。6回出てるから、8はやっぱり可能性がある、出る。次、9。9は多分なしかな。9は、桁違いとか8とか、あと10か。10が出た時も次の回、9が出る可能性あるけど、今回どれも出てないから多分9はない。次、10。10は、13が出た時とか、10、引っ張り、あと11、それと桁違いか。多分、そういう感じだったと思うけど。
見た感じ。そやな、そういう感じやもんな。ほとんどそういう感じの出方かな、銃は。まあ、ここ最近は出てないんかな、銃。でも、どれも当てはまってないから、ちょっとないと思うけど、銃は。続いて11。11は可能性があるかな。12が来てるから一つ違いっていう考えもあるし、1と41が来てるから桁違いで出る可能性がある。でも一番出る可能性があるのが引っ張りやねんけど、今回11出てないから。まあ一応候補数字には入れとくけど、次12。12は3回出てるから絶対ないと思う。ロト6で4回っていうのは見たことがない。3回はあるけど4回はさすがにない。次13。13は10回以上ほんまに出てないから可能性がある。ロト6は本当に13が出ない。回数が少ない。でももうそろそろやっぱり来るんちゃうかな。だから入れて、そして14。14は2回前に来てる。3回前も来てる。1回飛ばしてくる可能性は確かなかった？ 14。だから僕は14はなし。続いて15。15の来るパターンが、やっぱ16が来た時と15が来た時、あと桁違いか。多分そんな感じかな。あと14か。14が来た時も15が来る可能性がある。でもそのあたりかな。15は。次16。16は結構可能性があるかな。今回36出てるから桁違いで16。16って結構15と同様に分かりやすくて、桁違いとか引っ張り数字で多く出てる傾向がある。16。15もそうやけど。だから比較的、16は分かりやすい。だから入れて、次が17。17は、桁違いか。今回7と37出てるから、桁違いで来る可能性はある。17。そして18。18やねんけど、今回、桁違いで、来てないよな。それに、18も出てないから、18はちょっとないと思う。結構そういう感じで、18来てたから、多分18ないんちゃうかな。ないとは思うけども。肩こり。次が19か。19は、ここ最近ちょっと出てる回数が多いから、僕はないと思うけど、まあ確かに39が出てるから桁違いっていうのもあんねんけど、でも、ないんちゃうかな。29から19だったらあるけど、39から19って確か回数が
1回かそんなんやったと思うから、多分19はないと思う。まあ確実ではないけど、次が20か。20もまあまあ分かりやすいかな。桁違いで出てる感じやもんな、20は。あと21か。21とか出た次の回に20が出たりしてるけど、でも基本はそうやな、桁違いとかそんな感じかな。だから20もないと思う。21は出る可能性がある。出現回数が多いし、今回1と41出てて、2回前に31が出てるから、21が出る確率は高いと思う。それに今回20台出てないから、何個かは出るんちゃうかな。全く出ないってことは多分ないと思う。2回連続。少なくても1個は出ると思う。21で入れて、次22。22やけど、12から22っていうのは、さっきも見たけど、確かなかった？一回やったかな？一回ぐらいちゃうかな？ 12 から22っていうのが。あ、二回か。それでもちょっと22はないような感じがする。最近、1回、2回、3回前に出てるから、ないと思うな。21とか23が出たら可能性はあるけど、20台今回全く出てないから、まあ12から22っていうのも過去にあるから可能性はなくはないけど、でも僕はちょっとないんちゃうかな、22は。まあまた、今度、また確認するけど、こんだけ時間やっても、やっぱり不安だから確認はすんねんけど、まあ変更するかはわからんけど、多分、今の段階では22はないな。次、23。23は、22が出た次の回とか、あと桁違いとか、多分そんな感じかな、23は。そういう感じで出てるのが圧倒的に多かったから、23も、ないかな。僕はない。ないと思うけど、どうやろうな。なすと考えて、次24か。24は最近ちょっと多すぎる。3回ぐらいちょっと出てるから、多分ない。3回前も24出てるし、5回前も出てるし、さらに2回前も出てるし、24はないな。次25。25は35が出てたら可能性はあってんけど、35出てないから。35が出た次の回に25って5回から6回出てるから、
今回は36やからちょっと可能性はないかな。そして26。26は可能性はまあなくはない。36出てるから。でも、16の方が来る可能性はあるんちゃうかなって思う。まあこんだけあっても、今のところ全然成果はないんやけど。でも、やり続けたら、ロト6も絶対にいけると思う。まあ、僕はこれを継続してやりたいと思います。26は多分ない。そして27か。27は可能性がある？今回7と37出てるから、桁違いで27来る可能性は、あるな。そして28。28は、桁違いもないし、38も出てない。38が出た次の回に28が4回から5回ぐらい出てるから、だから、ちょっとないかな。今回は38じゃなくて39が出てるから、38だったら28可能性はあったけど、39だとちょっとないかな。次29か。疲れた。よいしょ。29は3回前に29出てる。でも19から29とかそういうパターンの方が多くて、39から29、まあなくはないけど、ちょっとないと思うな。19から29とかそういうのは結構あったけど、39から19っていうのはちょっと、僕はないと思う。39か29か。だから、そうやな、最近出てるし、ないと思うな。まあ、出る可能性はまあ、なくはないねんけど、でも可能性を考えたら、ちょっとどうやろう。他の候補数字と比べたら、確率は下がるかなっていう感じかな。次30。30は、やっぱり圧倒的に、桁違いと引っ張り数字が多い。めっちゃ目立つんよな。その30が出てる感じ。桁違いと引っ張り数字が圧倒的に多いから。だから、正直、30もないと思う。そして次が、31。31はまあ、31、2回前。めっちゃ最近に出てるから、ないな、これは。出現回数もそんなに31って、ロド6は多くないから。次32。32は、その22が出てたら32可能性あんねんけど、12やもんな。12から32っていうのはちょっとないと思うけど、12から32。
いや、難しいけど、ないんちゃうかな。12から32？多分ないと思う。見た感じ、一回もないもんな。次、33。33は、2回前、3回前と連続で来てるから、まあ、ないやろうな。次、34。34は、さっき見てんけど、ちょっと数字の出方がわからない。だから、正直わからんのよな、34。来る可能性はあることはあるけど、でも、ロトセブンみたいに、わかりやすいという感じではないから、だから、やめよう。次、35。35は可能性がある。36が出てるから。可能性があるから、入れて、36は引っ張りは、ほとんどなかったと思う、引っ張りは。36？引っ張りはないな、やっぱり。だから36はやめて、次が37か。37は逆に引っ張りが多い。5回から6回出てる。ただここ最近37が全然出てないし、引っ張りもないから、もうそろそろ引っ張りで来るんちゃうかなって思ってる。だから37入れて、そして38。これも可能性がある。39から38っていうのが4、5回あったから可能性がある。だから候補数字に入れて、そして39か。39はないかな。38は可能性あるけど、39は引っ張りでは確か来てなかったと思う。39はと。ないな、やっぱり。引っ張りでは、そやな、ないから、多分来ない。次が、40。40は、可能性はまあ、ある。39とボーナス41の間の40、可能性はあるけど、でもどうやろうな、ちょっと40、40はちょっとわからんな。可能性はあることはあるけど。でも40代の中だったらちょっと可能性は低い感じがするな。だからやっぱりやめとこうかな、40は。そして41？
41は引っ張りでは2回くらいかな、来てんの。多分。まあ、なくはないけど、でも、僕的に40代は42と43の方が確率が高い。41は、まあ、あるけど、42か43の方が来る確率高いんちゃうかな、と僕は思います。だから42と43候補数字に入れてと。それでは、候補数字を発表します。やっと、ここまで来た。2、8、11、13、16、17、21、27、35、37、38、42、43。この中から6個選びたいと思います。まあ、とりあえず、一旦休憩というか、運動をしたいと思います。よいしょ。お尻痛いから、ちょっとお尻をこう軽く、こう揉む。こう、お尻全体をこう揉んでほぐす。ずっと座ってたら、ちょっとお尻が痛い。よし。次は、足を上げて、肘をつける運動。こう、足を上げて、反対の肘をこうやってつける。こっちも同じように。これを、どうしよう。10回3セット、スタート。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、2セット目。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、3セット目。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。次は、肩甲骨を思いっきり、こう広げて、それで、また、肩甲骨。うまく言えれへんけど、両腕の方がいいかな。両腕をこう広げて、そして閉じる運動。これを10回3セット。スタート。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、2セット目。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、3セット目。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。次は、腕を大きく振る運動。こう、こういうふうに。これを50回スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、30、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50と。疲れた。それでは、今から、よいしょ。
候補数字はできたから予想していきたいと思います。これじゃねえな。かなり大変だけど、一桁は多分まだ出るかな。ロト6は一桁が出る確率が高いから、一桁から始まるんちゃうかな。それで出る可能性、確率が高いとしたらやっぱり8か。2と8だけど、8が高いかな。7から8が確か4回から5回出てるから、まず8入れて、次はと、10代。10代は、13がやっぱり来る可能性がある。今回10に出てるから一つ違いの13。それに10回以上出てないもんな。さすがに出るんちゃうかなって思っとんねんけど、13。わからんけど、13入れるかどうか。難しいけど、入れようか、13入れて、そして、次がと、次がマジでむずいな。3つ目。3つ目はどれやろうな。38。38来そうな気がすんな。39から38っていうのが、結構出てる回数が多いから。だから38来る可能性があるから、3つ目38で、4つ目が37。37が引っ張りで、過去に5回から6回ぐらい出てたから、ただここ最近は全然出てないねんけど、出る可能性がある。だから37にしようかな。可能性はまあまああるもんな。37か。正直わからんけど、出るんちゃうかなっていうのがあるから入れて、あと二つか。あと二つはどうしようかな。20代。27。桁違いで来る可能性はあるか。37来てるから。27。来る可能性はあると思う。分からんけど、いや、めっちゃ悩むな。他に可能性があるとしたら、16、17、21、27か、あと42、43、多いな。どうしようかな。今4つ決まってるけど、でもセットできそうな感じがすんな。
結構37来たら27がセットでついてくることがあるから入れとこうかな、27と。それに27じゃない、20台出てないから来る可能性あるし。次が1、2、3、4、5、6個目。6個目、最後がどうしようかな。あと、どれが出そう。やっぱ21か。21も可能性あるよな。もともと、その出現回数、出る回数が多いから、21。21しようかな。正直めっちゃ悩むけど、いやー、わからんな。他に可能性がめっちゃあるっていうのは、微妙やな。16、17、2。わからんけど、21しようかな。やっぱり出てる回数が多いっていうのが気になるというか。だから入れて、これで6個かな。1、2、3、4、5、6。次、2口目。2口目は、2入れようかな。2がやっぱ10回以上出てないから、それに今回1出てるから1つ違いで2来る可能性があるから2を入れてと。次が難しい。次がどうしよう。ああ、38。やっぱ38はなんか来そうな感じがする。正直めっちゃ難しいねんけど、どれが来るかっていうのめっちゃ悩むねんけど、どれが可能性が高いか。いやー、悩むな。38か、もう5回ぐらい、多分出てない。だから、38入れとこか、2口目も。38と。そして3つ目か。一口目に27、37っていうパターン入れたから、二口目はやめとこうかな。あと、出そうな数値は、と。一個ぐらいは出るか。37。でもやめとこうか。あとどれやろう。いや、わからんな。どうしよう。43。43も可能性があるか。2回、その1回飛んで43っていうのがあったから、43、41、43みたいな。1回飛んでっていうのがあったから、43は可能性があるかな。いやー、難しい。かなり難しいな。全然決まらんもんな。
どれが来るか。20代はやっぱ21。21入れとこか、2口目も。21入れて、これで3つ目か。4つ目が、どうしよう。4つ目はと、かなり悩むけど、43入れようかな。結構な賭けやけど、なくはない。43を4つ目に入れて、そして10代16、今回36出てるから、桁違いの16出る可能性はある。でも怖いな。どうしよう。16を入れるべきかどうか。めっちゃ悩むけど、どうしようかな、16。他に可能性がめっちゃあるのはもう入れてるからな。16入れようか。5つ目16入れて、そして最後。最後の数字をどうするか。かなり難しいな。最後の数字。めっちゃむずいねんけど。どうでしよう。マジで悩むな。最後が。今5個か。あと1個。8にするか。でも8にしたら一口目と同じやしな。13は、来ない可能性もあるからな。一口目は入れたけど、11はまあ可能性はまああることはあるけど、でも21の方が出る可能性がやっぱり高い。16入れて17か。17は、出現回数がそのロト6では少ないから、可能性はまああるけど、7と37出てるから桁違いって可能性はあんねんけど、どうやろうな。いやー、これはほんまに悩む。いやー、どれにするか、あと一つ。17。入れとこうかな。でもちょっと怖いな。35も可能性がちょっとあるよな。
35入れとこうか。35と。17より35の方が可能性あるかな。いやー、でも、正直わからんねんけど、ちょっと、よし。一応、二口終わったから、もう一度、運動します。ずっとやってたら、ほんまに、お尻が痛い。長い時間やってると、お尻がちょっと痛いから、お尻叩き、10回3セット、スタート。1、2、3、5、6、1、8、9、10。2セット目。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。3セット目。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10と。次はどうしようかな。次は片腕を上げて思いっきり反対の腕でこうやって引っ張る。1、2、3、4、5。反対も。1、2、3、4、もう1セット。1、2、3、5。1、2、3、4、次は肩の上げ下げ10回3セットスタート。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、2セット目。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、3セット目。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。次は思いっきり腕を振る。50回。スタート。1、2、3、4、5、6、7、10と。それでは、続きしたいと思います。二口予想したから、その確認をします。まず一口目が、一つ目が8。これは、今回7来てるから、その1つ違いで8入れてんけど、4、5回そのパターンが来てるから、それに8がここ最近、出てない。出てないから来る可能性がある。そして2つ目が、13か。13がちょっとどうなんかなって、ちょっと思うねんけど、でも、ここ、10回以上出てないから可能性はある。今回10に出てるから、1つ違いで13出る可能性はあると思う。12はもう3回出てるから多分ない。そして3つ目が21。20代の中だったら一番確率が高いかな。今回20代出てないんやけど、多分次は20代何個かは出ると思うね。少なくても1個。
それで一番可能性があるのが21だと思う。そして次が27か。それは今回37出てるから桁違いで27来るんちゃうかなって。ちょっと前に27出てるけど、でも可能性はあると思う。そして、そうやな。次が37か。37は、引っ張りが5回ぐらいあったんかな。ここ最近は引っ張りがないねんけど、だから逆に、もうそろそろ引っ張り来るんちゃうかなって思って、一口目37入れてんけど、前は5回ぐらいあったからな。可能性は、あるんちゃうかな。そして、最後が38。38は、39今回来てるから、次38来る可能性は、まあある。38から39って、4回から5回ぐらい確か出てたと思うから、可能性は、まあまああると思うねんけど、でも、ちょっとわからん。ここ最近出てないから。でも、一時期よく出てたから、出る可能性はあるんちゃうかな。これが一口目。この中だったら自信があるのが38と37と8か。この3つぐらいかな。8と37と38。これぐらいかな。いやー、ロト6はほんまにめっちゃ自信があるっていうのがないから、それぐらいやっぱり難しい、ロト6は。ロト7はやっぱり引っ張りがあるから、その分、何個かは絶対にいけるっていうのがあんねんけど、ロト7じゃなくてロト6？ロト6は引っ張りが少ないから、まあ今回は、2個か、2個あんねんけど、ロト6はほとんど引っ張りが来ないから、だからどうしても自信が、持てないというか、めっちゃ自信があるっていうのは、ないかな。ロト7は引っ張りが多いからな、2個から3個ぐらい大体来るから、だから、予想しやすいねんけど、ロト6もそうなってくれたいねんけど、やっぱり数字が多いから、その分、引っ張りが、あんまり来ないよな。だから、ロト6は難しい。続いて2口目。2口目は2。これは1が来てるから、1つ違いで。来る可能性があるんちゃうかな。もう10回ぐらい、10回以上かに来てないから。次が、なんぼや、16？8はもうやめて16にした。16も可能性がある。36の桁違いで16来る可能性はあると思う。まあ正直16はかなり迷ったけど、でも結構回数っていうか出てる回数は多いから16。だからまあ可能性はなくはないんかなってちょっと思ったけど、でもどうやろう。
めっちゃ自信があるかって言われたら、そんなに自信はない。だから、あともう一回確認するけど、変更するかもしれへん。16はちょっと微妙。そして、次が21か。21は一口目でも言ってんけど、これは、そうやな、20代の中では出る確率が高い。出現回数がやっぱり多いから、21。だから出る可能性はあるんちゃうかな。わからんけど、可能性はあると思う。そして、次ガット。次は、どれや。35か。35は、36が出てるから一つ違いで来るんちゃうかなと思って予想してんけど、ここもそんなに自信がない。可能性があるかなみたいな感じで。かなり悩んだな、二口目は。一口目も悩んだけど、二口目はもっと悩んだ。まあ正直自信はさほどないけど。そして次が38か。38は、これは結構自信持って予想した。38は、まああるんちゃうかなと思って。それで最後が43。ここが一番自信がない。一番どうかなって思うの。やけど、2回前に43来てるから、1回飛ばして43来るんちゃうかなって思って予想してんけど、どうやろう、正直、微妙。43は。一応こんな感じかな、二口。予想したけど、やってみて、やっぱり難しい。ロト6はかなり時間かけて予想したけど、それでも、微妙やもんな。二口目自信がある数字。38、21。21、38。二つぐらいか。ほとんどが、そんなに自信がない。可能性あるかな、みたいな、そんな感じやから。一応頑張って予想したけど、かなり、いやー難しかった、予想が。ピンとくる数字がなかなかやっぱりない。どうやろうな、次。今回全く一致せえへんかったから、いやー本当に、ロト6は難しい。ロト7は少なくても一致はするから。ロト6は0っていうのが結構あるから。だからメンタル的にも結構きついよな。口数2口やけど、一致数が0っていうのが、多い。ロト6は。ロト7は、一致数0っていうのは、まだ1回もない。1個っていうのはあったけど、0っていうのはなかったから、まだ、そこまで落ち込む。まあ、落ち込むけど、外れたら、少しは。でも、ロト6ほどの凹みはないかな。
でも、ロト6はやっぱり数字が多い分、大変。予想も大変やし、ロト7に比べたらやっぱり難しい予想が。それに当選も難しい。ロト6の方が、僕は。今のところ本当に成果が全然出てないから、まあそれでもこのやり方をやり抜くけど、継続するけど、過去にそれで当選はしてるから、ただ今は難易度が上がってるから当選できてないだけ。そうやな。簡単な数字並びが来てくれたら、当選の可能性はあると思ってる。ただ、その数字並びがなかなか来ないのが、ロト6やけど、ロト7は結構何回かに1回は来るけど、ロト6はそんなに来ないからな。まあ、難しいけど、一応、これでその予想、1回目の予想は終わります。また、日明けて、水曜日か。水曜日は、ここまで長く動画出さないかな。わからんけど。また、最終確認をしたいと思います。それでは今日は、これで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。いや、終わった。疲れた。よっしゃ。